あんたは瀬戸内ウォーリアーズの？はい、瀬戸内ウォーリアーズの千葉っす。先日は助太刀ありがとうございました。いや、むしろすまなかったな、あんな騒動になっちまって。で、俺に何か用か？実はまた桐生さんに助太刀に来てもらいたいんすよ。また？はい、チームのメンバーが大量離脱して人数が足りなくて試合ができないんす。今まではチームの要の飯野さんがそういう時に選手を集めてくれたんすけど、飯野さん最近すごい忙しいみたいで、当分うちのチームには顔出しできないっす。だから僕は代わりをやっているっすけど、思いつくのが桐生さんしかいなくて。そうなのか。さっき大量離脱って言ったが、原因は何なんだ？言いにくいんですが、この前の桐生さんたちの喧嘩騒動ですね。あれで怖がったメンバーや怒った主力メンバーが大量に他のチームに抜けちゃって。申し訳ない。まあ南雲さんたちを出禁にしたみたいっすから、もうあんなことにはならないと思うんすけどね。それで助太刀の件なんすけど、お願いできないっすかね。俺も他にやることがあるからな。最初は断ろうかとも思っていたんだが、その人数不足は俺の責任もあるようだしな。分かった、協力させてもらおう。あざーす。それじゃあ野球場でお待ちしてるっす。ああ、分かった。なんで逃げるんだ？あんな話を聞いてお前が混乱してるのはわかる。ある意味じゃみんなお前を騙してた。だが聞いてくれ。何も聞かなかったことにして東京に行け。それがお前の先輩や遠藤の望みだ。それじゃ桐生さんもあの人たちの肩を持つんですね。そうなるな。ねえ桐生さん。なんだ？私ね、先輩が私を置いてチンピラから逃げるような人なら最初から好きになんかなってない。バレバレなんだよな先輩ったら。すぐおかしいって思ったから帰ったふりして様子を見てたんです。アイドルになるんだったら演技も上手じゃないとね。でも嬉しかった。先輩が私のことあそこまで考えてくれてたなんて。私頑張らなきゃね。今度こそ決心がついたよ。ああ、それにあいつもお前がアイドルを目指すから安心して送り出せるのかもな。え？アイドルに恋愛は禁物なんだろう。なら私が芸能界をやりきるまで先輩は私のこと待っててくれるかな。あいつならダメだと言ってもまず気がするぜ。だといいですけど。じゃあ頑張れよ美沙。応援してるからな。
あのね、桐生さん、私にとってアイドルになることは夢の第一歩なんだ。本当言うと、アイドルを引退するときにやりたいことがあるんです。ん？ドームの大観衆の前で最高のパフォーマンスをして電撃的な引退宣言をするの。そして全国のお茶の間を驚かせて惜しまれながら表舞台を去るんだ。はるかちゃん、冗談だろう。さあどうでしょう。経験者としてはどう思います、桐生さん。やめておけ。後の始末で周りのもんまでえらく大変だ。マスコミに追いかけ回されたりしてな。やっぱりそうなんだ。ああですよね。いらっしゃ。ありがとうございました。